福本さん、2日間取材しましたけれども、本当にいいお天気でしたね。ですね、もう最高でしたね。そうですね、もうキャンプ最高という感じですね。お客さんも多いしね、はいはい。では充実の2日間の模様をご覧いただきましょう。はい、ご覧のように快晴の秋市営球場ですが、昨日は岡留選手が誕生日でして、実は藤川さん、福本さんも昨日誕生日だったんです。おめでとうございますという中での初日の昨日の取材でしたが、まずは中野選手とそれから佐藤輝明選手、福本さん元気に若い選手を引っ張ってますね。それから井上選手が昨日はファーストのポジションについていました。我々も日差しを浴びながらの取材でしたけれども、昨日はランチ特打でした、前川選手が柵越えも数多くありましたよね。みんな言ってました ね、 ね、やっぱりみんな違うところを見せてましたね。やっぱり変わったっていうところを見せるというのは大きいですか。もうね、そうですよね、やっぱり1年ちょっとさせてもらってね。そうですね、そしてこちらが伊坪選手、まだね、一軍での経験はないんですけれども、なかなかパンチありますよね。そうですか、うまくいく、まあね、どこ今フリーバッティングですけど、どれぐらいでね、上のボールを対応できるかですね。そして昨日はこのキャンプ2度目の差し入れということで、藤川監督ありがとうございます。食べていただきましたよ。ごちそうさまでした。よかったですいや本当に美味しい、美味しかったです、ランチをいただきまして感謝しておりますが、さて監督、今回このような紐というかね、少しストライクゾーンを見えるような形で、投球練習を行っているゾーンもあるんですけど、これ意図はやっぱり高低に投げ分けるという意味で、作ったんですけれども、投手によって今日はあのゾーンに入りますと、2レーン用意してるんですけど、そちらで投げますというピッチャーが出てきたり、はい、それを外して投球したりと、いろんなバリエーションでやってくれてます。その日その日の課題によってどちらで投げるかというのを決めるということでしょうかね。そうですね、投手コーチと話しているので、そのあたりは確認は取れてないんですけど、おそらくそうだと思います、はい。そしてこちらが先週お伝えしました新外国人のアルナエス選手です。監督、どんな印象でしょうか。いや、まだ育成選手になる予定なので、はい、バリバリの助っ人ではないということだけはお伝えすると、阪神タイガースで育てるという選手ですね、はい、環境になれるということも大事でしょうかね。そうです、はい。それから福本さん、改めて佐藤輝明選手、本当にいいバッティングをしてますよね。気持ちよく打ってましたよね。これでね、顔出してこの秋のキャンプ顔出してね、何か掴み合えばいいんですよ、はい。そして藤川監督はその日その日によって真後ろでどんなことを考えながらピッチング練習をご覧になってるんですか。来シーズンの投手探しをしてますけれど、それを気づかれないようにこそこそ見ます、はい。気づかれないように、はい、この表情の中にはいろんなことが、僕にとって阪神タイガースが勝つためにはものすごく大切な選手たちなので、はい、少しでも伸び伸びとプレーして今鍛錬組めるように、詰めるように邪魔しないようにしてますね、はい。その選手の、ね、個性を生かすという意味では中川選手も今、ね、外野の練習もしていますし、少しねちょっと右手を、はい、フェニックスリーグで怪我してしまって、はい、その影響で練習ができないので少しバリエーションを変えてやろうということで、勝則バッテリーコーチと外野吹奏コーチと話しながら、コンビネーションを組んでやってくれてますね。ああ、そうなんですね、はい。改めて映像をご覧いただいて、ここまでのキャンプの印象というか、そうですね、満足度というのはいかがですか。いや、関本さんと浜中さんいるので、やっぱり、はい、打者たちがシーズンで例えば前川でも佐藤でも中野でも削られてくるんですよ、対応するってことで相手に、はい、それを直す時期としてもすごく有効できる時期だと。それと、まだ見てもらってない選手は見たくて必死でやるし、伸びしろも十分というところで、はい、どちらにとってもメリットがあるキャンプなんで、実際がどうなのかをバッターのところちょっと聞いてみたいですよ、2人に。じゃあちょっと、浜中さん、そして関本さん、映像でご覧いただいた印象いかがですか。実戦を入れてくれてるっていうのがすごく大きくて、そのシーズンでやってみて、もうちょっとこうした方が打てるかもしれへんなっていうのをキャンプで取り組んでると思うんですけど、実戦がないとほんまにそれが合ってんのか合ってないのかっていうのが分からないんで、何試合かこう実戦を入れてくれてるっていうのは選手にとってはすごく嬉しいだろうなと思いますね。
という、まあ、その紅白戦の意図、明日も行われますか。実は私は当初2試合って言ってたんですけれども、はい、打撃コーチの方から3試合入れてくれると取り組んでることがチェックできるのでいいと、全く関本さんと同じ意見でした。これなバッティングピッチャーが投げてるボールやったらできるんですよね、ところが生きてるボールやでチェックしたいんですけど、これを秋の段階でチェックできる、これ春やったらもうちょっと時間が足りないんで、秋の段階で来年これ使える使えないのジャッジが下せるっていうのは大きいなと思いますね。なるほど、はい、続いて浜中幹事長いかがですか。いや僕もね今関本さん同じことを考えてたんですけど、やっぱりこの時期っていうのはフォームを固める時期でもあると思うんで、でもう一方ではこうフォームを一番こう変えれる時期でもあるんで、まあ、そういう中では選手たちって思い切ってこうできると思いますし、でもキャンプの最終日にはこれ来年これでいくぞ、これやっぱりできないなっていうのをジャッジは本当にしないといけないと思うんで、だからバッティングコーチがやっぱりこう3試合入れてくれっていうのはそういうところだと思うんで、やっぱりこう実践っていうのはある程度こう大事なのかなっていうふうには感じますね。ありがたいと思います選手は。それがですから藤川監督は来シーズンのちょっと気の早い話ですけど春のキャンプにも当然つながっていくという、つなげてほしいということですね。いやそのためのキャンプなんで、僕はもう当然キャリアも長かったので、やっぱり来年の3月まで見据えてやってます、はい、全然この時期だけと思ってないです、はい、なるほど、それも含めてということなんですね。まだまだこの後たっぷりとお話を伺ってまいります。